口は家福のもんなり。世は平素、多弁の方で、よくいろいろの場合に口を出し、あるいは演説なぞもところ嫌わず、頼まれればやるので、知らず知らず言いすぎることなぞあって、人からしばしば揚げ足を取られたり、笑われたりすることがある。しかし、いかに揚げ足を取られようが、笑われようが、世は ひとたび口にして言う以上は、必ず心にもないことは言わぬという主義である。従って自分自身では猛語したとは思っておらない。あるいは世人には猛語と聞こえる場合がないでもなかろうが、少なくとも自分は確信のあるところを口にしたつもりでいる。口舌は災いのもんであるだろうが、ただ、 災いのもんであるということを恐れて、一切口を閉じたら、その結果はどうであろう。有用な場合に、有用な弦を吐くのは、できるだけ意師の通ずるように言語を用いなければ、せっかくのこともうやむや中に葬られねばならぬことになる。それでは、災いの方は防げるとしても、服の方はいかにして招くべきか。 口絶の利用によって福も来るものではないか。元より多弁は関心せぬが、無言もまた陳重すべきものではない。推しはこの世の中においていかなる用を弁じ得るか。世のごときは多弁のために災いもあるが、これによってまた福も来るのである。例えば、 沈黙していては分からぬのであるけれども、ちょっと口を開いたために、人の困難な場合を救ってやることができたとか、あるいはよく喋ることが好きだから、何かのことに、あの人を頼んで口を聞いてもらったらよろしかろう、と頼まれて、物事の調停をしてやったとか、あるいは、口舌のあるために、主事の仕事を見出すことができたとかいうように、すべて口舌がなかったら、 それらの服は来るものではないと思う。してみれば、これらは、誠に口絶より得る利益である。口は災いの門であるとともに、服の門でもある。場所の国物言えば、唇寒し、秋の風、というのがある。これも要するに、口は災いの門ということを文学化したものであろうけれども、 こういう具合に災いの方ばかり見ては消極的になりすぎる。極端に解釈すればものを言うことができないことになる。それではあまり範囲が狭すぎるのである。公説は実に災いの起こるもんでもあるが、また福祉の生ずるもんでもある。ゆえに福祉の来るためには多弁、あえて悪いとは言われぬが、 災いの起こるところに向かっては言語を慎まねばならぬ。変幻積語といえども、決してこれをみだりにせず、家福の分かれるところを考えてするということは、何人にとっても忘れてはならぬ心得であろうと思う。